フォルジュレゾーは、フランス、ノルマンディ地域圏、セーヌマリティーム圏のコミューン。カジノがあることで知られる。2016年1月1日、隣接するコミューンのルフォセとフォルジュレゾーが合併し、コミューンヌーベルとなった。コミューンをアンデル川が横切る。また、この川が流れ込むいくつかの湖がある。町の北東部には、エピネーの森があり、地元住民に、 いくつかの場所が知られる。犬ぞり競技会が毎年開催される舞台があり、1990年以来続く素晴らしく有名な馬祭りがある。セルクーに近い中心部から北側では、パリからロンドンを結ぶ自転車ルートで、鉄道の古い路線上をたどるアベニューベルトが始まる。それまで、湯治場として足りなかった部分を20世紀初頭に水の評判が提供するまでは、 19世紀に土地の名称がホルジアンブレであったことが証明されている。ホルジュとはラテン語のファブリカであり、小さな工場を意味するファブリックという言葉の起源である。2016年1月1日、コミューンルーベルの法制下で、ルフォーセ、ホルジュレ像が合併した。全体として4255人の住民があり、合併後はホルジュレ像の地名を継承した。 ありがとうございます。